明けましておめでとうございます。ご視聴ありがとうございます。楽しいのビールの前です。明けましておめでとうございます。これ今撮ってるのがですね2日ですね2019年1月2日の夜、もう1月3日になってますね。1月3日になって1時間ぐらい経っちゃったかなっていうところなんですけれども、よくここのところ変えてみました。これ100円ショップで買ってきた、シートなんですけれども、テーブルにかけるやつなんですけど、折り目とかついてるのと防水シートみたいな感じがするんで、どうしようかなって思ってます。これでもまあお正月の間ぐらいこうしとこうかなと思います。今回ですね、この動画で何をやろうかっていうとですね、自分のチャンネルでですね、まあ時々こういう人形が出てくるんで、100円ショップの人形ですね。100円ショップのデッサン人形なんですけれども、もう売ってるところはちょっと見かけたことが最近ないですね。で、これなくなっちゃったなと思った時に、あと出てきたのがこれ300円で100円ショップで売ってるのを、どこの100円ショップだったのかって覚えがもうないんですけれども、これで300円の方にですね、またちょっと顔をですね、まあ、鉛筆で書いてあるんですけども、猫ですね。猫の顔と猫3人形ですね。猫さんでもつっていいのかっていう気もしますけれども、猫3人形と、これ田中くんっていう、4コア漫画アタックっていう動画も作ってたんですけれども、またこれから先も作っていく予定なんですけれども、それに出てくる田中くんですね。田中くんの、顔です。田中くん人形と猫3人形っていうのを作ろうかなと思ってます。それでですね、アクリル絵の具で作ってたんですけれども、引き出しの中っていうか、棚の中っていうか、そこからこれ出てきたもんですから、これステッカー作って顔に貼ろうかっていうふうに考えました。自分で作れるステッカー。なんかすごい全時代的なものですけど、ちょっと高かったですね。243円。高いのかな?こういうものなのかな?これまだ使ったこともないんで、使いたいなっていう気持ちもあるんで、これで顔を作ってここに。で、お見せしたいなと思います。この人形をですね、まあ、猿とかですね、猫さんとかですね、言って作ってですね、ロボモノとかって言ってくくったりもしたし、今でも時々出てくるんですけど、これもっと実はですね、頑張りたかったんですよ。頑張りたかったんですけど、思ったより見てもらえないんで、がっくりという風なもんですから、無敵のパンダボクサーもそうですよね。もったほど見てもらえていないと、自分好きなもんですから、これ作っていこうかなと思ってます。そんな感じでいます。できたらまたお見せするっていうことで、何日後かになるんじゃないかなと思うんですけれども、お待ちください。お正月皆さんどう過ごされてるんですかね。1日2日と私閉じこもってまして、まあ動画の編集とかしてたりしたんですけれども、まあ天気いいんで外出た方がいいかなって思ったんですけど、ちょっと寒そうだなっていうのがあって、うちにいました。それでですね、まあ、いつもそうなんですけど、なんかうちの中でなんか やり始めちゃうじゃないですか、お正月の時って。で、やっぱこういうのを作った方がいいかなと思って、今日ですね、2日の日に出して作ろうかなと思ってます。まあ、動画にするんで作ろうかなと思ってます。お待ちくださいね。できたらこれ、お見せしますんで。よし。